アジア競技大会、アジア競技大会、アジア競技大会、アジアンゲームズ、または、などは、第二次世界大戦後、インドの提唱により始められた、アジアの国々のための総合競技大会、アジアオリンピック競技会、OCA が主催するため、アジア版オリンピックとも言われている。アジア大会と呼ばれることもある。基本的に、オリンピックと同様のスポーツが行われるが、 ソフトテニス、軟式テニス、囲碁、シャンチー、中国雑器、カバリ、セパ、タクロー、カラテミツなどのような、アジアの地域性を反映したオリンピックにはない、独特の競技も行われている。最多開催国はタイで、過去4回にわたりすべて、首都バンコクで開かれている。ソ連崩壊後は、中央アジア諸国もアジア大会に参加するようになり、規模も拡大。柔道、 バドミントン等のガ元来アジア人選手が強い競技のほか、中華人民共和国の選手強化、中東諸国のアフリカからの移民選手の参加等の要因により、水泳、陸上などの競技レベルも向上し世界記録レベルの競技大会に発展している。団体競技では、翌々年のオリンピック出場枠を争うアジア予選を兼ねる場合があり、個人競技でも同じ国の選手同士で、 翌年度に集中する夏季オリンピック選考の重要な前哨戦とも言われる。1913年から1934年まで日本、フィリピン、中国の3カ国で行われていた極東選手権競技大会ザファーイースタンチャンピオンシップゲームズ1934年にインドのニューデリーで開催された西アー競技大会が源流とされる。 第二次世界大戦の終結後、1947年にロンドンでアジア13カ国の会合がありアジアの総合競技会の開催で一致。さらに1948年7月のロンドンオリンピックにおいて、インド、フィリピン、朝鮮、分裂前、中華民国、セイロン、ビルマが再度、アジアの総合競技大会をインドのニューデリーで開催することを決議。 1949年2月にアジア競技連盟アグフが創立された。この開催決議はインド選出の IOC 委員であったソン・ディ・グル・ダット・ソンが主導したと言われる。アグフ設立時にはインド、アフガニスタン、ビルマ、パキスタン、フィリピンが加盟し、1950年に第一回大会を開催する予定であったが施設の整備、用具の調達が間に合わず、 翌年の1951年にインドのニューデリーで第1回が開催された。以降、基本的に下級オリンピックの中間年に開催している。1958年5月に開催された第3回、大会は1964年の東京オリンピック招致活動の最中の東京で行われ、大会に先立つ5月には国際オリンピック委員会総会が東京で開かれ、 国際大会の開催能力を IOC に対して示す貴重な機会となった。しかし、第4回大会以降はしばしば世界的な政治問題に影響された。1962年8月にインドネシア・ジャカルタで開催された第4回大会には、インドネシア政府がスカルの大統領の親中、親イスラム諸国の移行により、台湾、中華民国とイスラエルの参加を拒否。 IOC、国際陸上競技連盟、IAAF、国際ウェイトリフティング連盟、EWAF は、第4回アジア大会は、正式競技大会として認めないと表明。日本選手団は中止された、ウェイトリフティング競技以外は参加したが、津島都市日本体育協会会長が責任を、追い辞任するなどの事態となった。翌1963年に、IOC が、 インドネシアの資格停止、オリンピック出場停止を決議、これに対抗し、アラブ諸国12カ国が東京オリンピックボイコットを示唆、同年11月にはインドネシアは IOC に対抗申告競技大会、ゲインフォーを開催するなど、東京オリンピックを前にして、国際スポーツ界の分裂の火種となってしまった。1970年の第6回大会は、韓国ソウルで、 開催予定であったが1968年1月に北朝鮮の特殊部隊のソウル侵入事件、青瓦台襲撃未遂事件が発生した影響などで韓国が開催を返上。急遽、前回大会の開催地であるバンコクでの開催となった。1974年の第7回大会はイランテヘランで開催されたがアラブ諸国、パキスタン、 台湾に代わり初参加の中華人民共和国と北朝鮮がイスラエルとの対戦を拒否するなどの問題が生じた。またイランはイラン革命前でありこの大会にはイラクも参加していた。1978年の第8回大会は警備上の問題があるとしてイスラエルの参加を拒否。これに対して国際陸上競技連盟 IAF がアジア大会参加選手は IAF 主催の大会に参加させないと表明するなどを対抗し、さらに1982年第9回大会、ニューデリーにもイスラエルはインドへの入国を拒否された。このイスラエル問題は、第9回大会の直後に開催されたアグフ会議において、アジアオリンピック競技会、OCA 設立がイスラエルを排除する形で、決議され、以降のアジア競技大会は、 OCA 主催となったことから、イスラエルのアジアスポーツ界からの排除という形で、決着さることとなった。1986年からは、それまでの夏季大会に加えて、アジア冬季競技大会が行われ、第1回と第2回冬季大会は、札幌市で、第5回冬季大会は2003年2月に、青森県で行われた。さらに、スポーツ競技数の増加に対応し、 2005年からは室内競技を中心としたアジアインドアゲームズも始められた。2006年ドーハ大会では過去最多の39競技が実施されたが次第に巨大化する大会規模を懸念しいくつかの競技をアジアインドアゲームズや2008年に始めたアジアビーチゲームズに振り分け2010年公衆大会からは35競技に削減する。 方向に一旦放った。そして、ボディビルがアジアビーチゲームズへ移行することになったもの、武術対極圏、ダンススポーツ、ドラゴンボート、クリケット、囲碁などが追加され、結局2010年大会では史上最多の42競技が実施された。2014年に岩和大会ではこれを36競技に削減されることが発表され、2010年大会開催競技のうちソフトボール、 ローラスポーツ、チェス、ビリヤード、ダンススポーツ、ドラゴンボートの6競技が除外対象とされた。検討された当初は、ボーリングとクリケットも除外候補であったが、残留した。その後、ソフトボールは野球との一競技扱いで除外を免れ、ソフトテニスもテニスの種目となった。2009年7月3日に開かれた OCA 総会で、 第18回大会の開催を1年遅らせて2019年に開催することが決まった。2012年11月の OCA 総会、マカオにて2019年の第18回大会の開催地をハノイ、ベトムと決定したが、2014年4月17日、ベトナム政府が財政難を理由として大会開催を辞退することを発表した。2014年9月、 ジャカルタ、インドネシアがハノイに代わる開催都市に決定し、開催年も2018年と1年早まった。第19回大会は2022年に中国の甲州での開催を予定し、中国の有り友,友英集団と提携して e スポーツを正式メダル種目にすることを発表している。第20回大会2026年については愛知県名古屋市、 日本の共催で行われる。以下は、夏季大会のものである。夏季大会以外は、アジア冬季競技大会、アジアインドアゲームズ、アジアビーチゲームズなどの校を参照。第18回大会は、当初2019年に開催が予定され、開催地がハノイと決定されていたが、ベトナム政府が2014年4月に大会開催権を辞退した。 2014年9月ジャカルタがハノイに変わる開催都市に決定し、開催年も2018年と1年早まった。1998年のバンコク大会以降、サムスン電子がスポンサーとなり、MVP が選出されている。受賞者には賞金などが贈られる。歴代受賞者は以下の通り。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。